ドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲと申します。よろしくお願いします。前回ここでね、ダークマスターくんとね、最後の戦いをやりましたが、まあ残念ながらね、息絶えてしまいました、ダークマスターくん。ね、こんな世界じゃなかったら友達になれたかもしれないというのに、世界に広がっていく悪意の源か、行こう。はい、よし。ここでもう行っちゃっていいのかな。中どうなってるんだろうね。宝箱めっちゃあるじゃん。禁断のバイブル、禁断のバイブル。こっちは1042ゴールド。さあよっ、さあ中に入っていくぜ。なんかなんかうわー、切り裂きピエロ、一つ目ピエロ、そしてなんかいろいろ置いてあるぞ。何これ、なんかいっぱいある。ああ、グレートドラゴンか。いやー、びっくりだった。はあ、気づかんかった。うわ、もうなんかめっちゃ強そうし、じゃあ、身代わりどんどんしていこう。勝てる気がしない普通に戦ったらちょっと被害がでかすぎるような気がする。これメッサラランク B のやつですよね。ランク B 勢が多いな。グレートドラゴンってランク A じゃないの？グレートドラゴンかっこいいし欲しいんだけどな。スカウトはちょっとできるかな。あ、倒しちゃったじゃん。マドイの息。まあね、ちょっとねレベルも上げなきゃいけないので、バカ野郎、MP の無駄遣いをするんじゃない。決戦前だというのに。あ、携帯が鳴っちゃった。鬼火、メールが、ジャンカラからのメールかよ。1357。うわ、どうしようかな、これ。MP 不足が非常に、これ天罰の杖じゃない？あ、どこどこ、うわわ、一つ目ピエロか。なにこれ、うわ、めっちゃいるじゃん。あー、もうなんか見つかる。うわ、ちょ、踊っとけよ。すごいね、なんかいっぱい、あ、またグレート。上だな、多分上。なんかいっぱい置いてあるね。すごい、なんか。わーじゃなくてさ、動くよな。こいつ動くよな、多分。ちょっと回復。動くよな、ほら。ほら。あ、踊るんだね。よしよし。ダメ、一生踊ってるわそこで。お、いいね、世界中の雫。これは、あー、なんで腕が当たったのか。怒りの魔人。どうしようかな。命令さして、身代わり、とりあえず身代わりで戦うしかないか。メラミ、聞かぬわ。怒りの魔人とかめちゃ強そうなんだけど、うわー、ゴーレムだよね。ゴーレムの上位版だよね、言ったら。へえー、欲しいなぁ、怒りの魔人いいなぁ。アンカーナックル、身代わりは
身代わりどこ行ったの？行け。よー、賢いね、やっぱり。さすがだ。一つ目ピエロもね、意外と厄介だよね。メラミとか撃ってくるもんね。ミラクルソード。カインギリ。アンカナコウ。強すぎだろ、バカ。強い。いけいけいけ、仕留めろ仕留めろ。もうだ、腐った死体がやられたよ、もう。アンカーナックルって確かね、最後に攻撃するみたいな、確かそういう技だったんですよ。ね、満タン。うわー、ザオラルがないか。いや、あるな。エルフの飲み薬。スミスニーアンじゃなくて、間違えた、はぐれメタルに使っちゃった。なくなっちゃった、なくなっちゃった。ザオラルをね、ザオラルを一回た OK。 MP めっちゃ使うじゃん。もう MP 切れかよ。もうどんどん行こう、どんどん行こう。ダメだ、やられちまうよ。たどり着く前にやられてしまう。あ、着いた。意外と近い、意外と近い。どけ貴様。やれやれ、命知らずの英は哀れな魔物使いがのこのことやってきたようですね。なんだこの宝の山は。どうですか、世界中から集めた宝で埋め尽くされたこの部屋は。この狭間の世界は実にいい、まさに私にとっての楽園ですよ。好きな時に好きな場所へ行くことができ、それでいて誰もここにはたどり着けない。なぜこのような場所が手つかずで残っていたかは甚だ疑問ですがね。おかげで私は部下の帰りを待つだけで好きなだけ秘宝を集めることができました。見ればあなたの守るもなかなかの様子、あなたも相当なコレクターのようですね。あなたと私は似た者同士かもしれませんよ。ふわっふわっふわっ、マルタのへそでしたか。あなたが求めている宝というのは、確かそれがなければあなたの国は滅んでしまうんでしたね。結構結構、チーズに愉快ではありませんか。貴様、マルタを侮辱するか。人間たちの絶望は明日への活力となり、また私を新たな宝探しへと駆り立てる。どうやらマルタのへそは私から近づくで奪うしかないようですね。どけ。さあ、かかってきなさい、我な魔物使い。私に勝てればマルタのへそは差し上げますよ。やってやろうじゃねえか。いいですね、その希望に満ちた顔。それが絶望に変わると思うとゾクゾクします。ああ、おいしそうだ。どうしてこんなに青い果実というのはおいしく、今すぐ壊してやりたいよ。抑えるんだ、ドーク。お願いですから、最高の絶望顔を見せて帰ってくださいね。フォッフォッフォッフォー。さあ、ラスボスかな、これが。さあ、お前たち、
全力でいくぜ。よし、ここで秘密兵器の投入だ。キラーマシン、もうレベル、レベルけど微妙だな。ちょっと上がったけど、うん。いやけどね、攻撃力が半端じゃないぜ、こいつは。秘密兵器、まだお前の出番後だ。よし、行こう。命令していくよ。カブトアリー、攻撃で、サポートで、こいつは身代わり。行こう。スクルト打っとけばよかったかな。ベギラゴン、効かぬわ。ギガスラッシュも効かん。ザコが、さあ首をはねろ。ドークの首をはねてしまえ。火炎斬り、よいしょ。いいね。道具でね、MP 回復系のやつがないからな。まあいいか、命令で。身代わりだけね、とりあえず身代わりはもう確実に貼っていこう。やはりベギラゴンとかもね、まあメダパーニャとかもね、がっつり食らってしまうと本当に、いてつくやろう。身代わり消された。いいぞ。オーケーオーケー。メタルギリー、ギャンブルカウンター、うわー強え。ギャンブルカウンターやばい。身代わりね、身代わりで、道具で条約素どんどん使っていこう。うん、ダゴン、お前がうちのパーティーの要だからな。頼むぞ。メダパーリア、オッケーオッケー。よし、いやけどだいぶ、今のはハグメタに飛んでいくんだね、ギャンブルカウンターは。あ、そうか、さっきはいてつく波動で消されていたのかもな。うん、そういうことでいいかな。カーブとわり、僕が下がれ下がれ下がらないと。はい、身代わり身代わり、いいね。メラバリア、効きませんよ。バカの一つ覚えみたいに魔法ばっかり打ちやがって。はぐれメタル MP 回復させててよかった。カーブとわり、防御は下がんないのかな。よし、あ、やばい、ああ、大丈夫だ大丈夫だ。キャインギリ、さあそろそろ秘密兵器投入しようか。さあスミスニアンやっちゃってくれ。スミスニアンはね、いい技持ってるんですよ。ニアン、大きく息を吸い込んでくれ。うん、いてつく波動。いやけど素早さ勝ってるからね、問題ないな。カブト割り、下がんないな。よいしょ、下がんないね。息を吸い込む、そして息を吸い込んでからの悪夢の呼び声って何？4回連続でダメージを与える息の攻撃、賢さが高いほどいけ。本当は灼熱を打とうと思ったんだが、ちょっとやってみよう。秘密兵器の本領発揮な。またベギラゴンか、稲妻。問題ない。
防御下がってくんないかな。おお、ナイスだダゴン、よくやった。仕事するね。極刑キラーマシンちゃん、決めちゃってもいいぜ。決めちゃってくれてもいいぜ。ギャンブルカウンター、あー、キングルービーゴイ弱えースーパー弱えー普通に灼熱った方が良かったんじゃないか。だってこれ賢さ依存でしょ。絶対バカじゃん、この見た目。どう見てもどう見てもバカな顔してんじゃん、この腐ってしたい。そりゃそうなるでしょ。いでつく波動が一発目に来るのはまずい。やばい、耐えろ。フバハ打っておくべきだったか。うん、大丈夫だ。オッケーオッケー。灼熱、いいダメージだ、いいダメージだ、いいテーピングだ、いいぞ。おいしょ、いけいけいけ。まだか。まだだな。ハグメタの MP が切れたら負けだな。灼熱、メラゾーマの方がいいかな。身代わり、あと13回、13ターンだな。あとメダパーニャ、メラゾーマどれぐらいいく。187。うん、まあメラゾーマでいいね。おいしい、どやドーク、ゾエア、よくやったお前たち。これで帰って母さんの晩ご飯が食べれる。よっしゃ、めっちゃレベル上がった。ダーゴン攻撃力アップマックス、キラーマシン全体回復。いや、いいか、これはいいか。スミスニア、ミルドラース、よし。さあ、ドーク、どうする。ドーク、考える時間をやろう。バカな、この私がこんな子供に負けるなんて。そっか、そういうことでしたか。あなたは確か相当なコレクターだ。だが魔物を集めるだけではなく、そこには絆がある。それがダークマスターとの力の差であり、あなたの強さの全てだったのですね。ですか。